い、どうも皆さんこんにちは、ゆうきです。お久しぶり、ふっげつということでね、始まりました、ゆうきでございます。いや、いつも通りね、ビットコインとリップルとね、チャート分析していくんですけれども、何がお久しぶりかっていうとね、メガネで撮影していることですね。多分3本ぶりぐらいしちゃうかな。ねえ、なぜかね、リクエストでね、メガネで撮影してくださいっていうね、あのリクエストまで来るような感じなので、ぜひこちらね、リクエストにお答えしてメガネにしておりますので、いかがでしょうか。でね、ちょっと昨日の動画ね、申し訳ありませんでした。ちょっとリップル のチャートがね、思いっきり下のテロップの部分に被ってしまって、チャートが見えないっていうのをね、あの視聴者さんから LINE でね、いただきまして、急遽ちょっとこう押し上げた形でもう一回ね、再アップという形にさせていただいたんですけど、ちょっと 次は気をつけてテロップ入れていきますので、ご了承ください。はい、ではリップルからいきましょう。リップルがね、今 27.113 ということで、まあ24時間変動比でいくと 2.63% のプラスでございます。まあある意味単独上げみたいな感じですかね。まあイーサリアムも若干上がってるんですけど、まあ、やっぱりちょっと今はね、ビットコインよりもアルトコインの方が上がりやすいんかなっていう感じです。なんかビットコインドミナンスもね、若干まあ減少値にあると、減少しているということでね、流入しやすいのかなというところですね、アルトコインに。でやっぱりね、これ出来高見てもらっても、まあこのあたりの出来高に比べるとグッと上がってきてるというところですね。でまあこれ15分足なんですけれども、まあ少し上昇波に乗ったかなという感じですね。まあここからこうぐーっと上昇トレンドのトレンドラインが引けるかなと思いますので、まあそのあたりで言うと上昇トレンドが出てきたのかなというところですね。ただ一応ね、これダウ理論から言うと、ここね、高値切り上げてきてるんですけども、ここで一旦切り上げに失敗してるので、このラインでトレン、上昇トレンドっていうトレンドは終わってますと。で今度はね、高値切り下げ、安値を切り下げてきてますと。で高値も切り下げてきてますということで、ここに関しては今度は下落トレンドが出てきてますよということですので、まあ、トレンドの切り替わりっていうのはね、見逃さないようにしておいてください。はい、ではね、1時間足ですね。1時間足も一応ね、トレンド上昇トレンドだったんですけれども、まあ、ここはね、上昇トレンドですね。安値切り上げていってて、で、高値も少しずつ切り上げていってると。ただここで高値の切り上げに失敗してますので、上昇トレンドは終わったと。で、下落トレンドに入ったよと。ただまあ下落トレンドも、横横してしまって終わってるので、まあ、今はレンジ相場に入ってるのかなというところですね。なのでまあ多少ね、やっぱり下がりそうな予想はしてたんですけど、まあ少し上がってきたかなというところですね。まあここで見ると、まあダブルボトムみたいにも見えますし、まあ4時間足なんですけれども、4時間足でまあダブルボトムにも見えますし、まあこの25日線75日線が交わったところでね、一気にズボッと抜けたというところですね。ただ一応ね、抜け終わった後に失礼しました、抜けたと思った後に、押し下げられてるので、まだ効いてない、まだ抜け切ってないと言えます、この状況で言うとね。なのでまだここは見守っておかないといけない部分。ここ抜け切ると、ゴールデンクロスプラス、25日線がサポートラインになってくるので、まあ上昇目線にもなってくるかなと思います。ただね、気をつけないといけないのは、いつも言ってますけど、土日は基本的には出来高も下がりますし、結果サポートラインもこうレンジで抜けてしまうみたいなことが多発します。これはちょっと気をつけとかないといけない。うん。せっかく上昇なんですけど、どうしてもね、今日が土曜日ということで、明日の日曜日も含めて、まあ横横する可能性の方が高いです。うん。なのでそこはちょっと気をつけて、トレードされる方はトレードした方がいいかなという感じですね。はい。なのでまあこのあたりで言うと、上昇トレンドやったんですけど、一旦土日でレンジに挟むかなと。で月曜日で、もう一度上がってくるのかなっていうところなんですけど、ポイントとしてはね、皆さん気にしていると思うんですけど、リップルのね、スウェルが11月の5日にございますので、まもなくですね、1ヶ月前となっております。今が、10月5日なので、ジャスト、1ヶ月前ということで、まあこっからね、反応してくる可能性もあるということで、そのあたりはしっかりとね、視認しておく必要があるかなという感じですね。なのでスウェルっていうのも頭に入れた上で、言っていくと、来週の週明け月曜日ぐらいからグッグッグッと上がってくる可能性はあるよということをね、ちょっとね、頭の隅に置いておいてもらえたらいいかなと思います。はい。でまあ日足なんですけど、日足はねやっぱり25日線が未だ抜けれないという感じですね。まあただ今日に関しては前回の陰線を思いっきりね、前値戻しで陽線出してきてます。でもう間もなく今9時なのでね、日足が切り替わってくるタイミング、ここで、陽線しっかり出してこれるかっていうのがすごくポイントになってくるかなと思いますので、そちらはね必ず確認しておいてください。はい。で週足ですね、
週足がねやっぱりねだいぶこう乖離してきてしまいましたよという感じですね。なのでまあできたらこの週足、まあけどね今日明日でここがぐっと埋まってくるとは考えづらいので、うん、まあ今回はもう半値も行って半値戻しかなとは思います。まあぐらいあったらまだ、上への目線は見れるかなと、週足で見てもね。ただこのまま次の、週足に移ってくるとちょっと弱いのでまた下がってしまう可能性も出てくるかなと、週足で見るとね、はいいう感じですかね。なので見ておかないといけないのはまあ、1時間足の25日線ね、1時間足の25日線は、しっかりサポートしてくれるのかどうか、今乖離が埋まってきてます、まもなく触れると思います。ただここでね、押さえておきたいのは土日挟むよっていうことね、出来高が極端に下がりますのでそのあたりは横に抜ける可能性はあるよっていうのを頭に入れておいてください。いくらサポートされたとしてもね、はい。でここで、4時間足の25日線と75日線交わった部分でぐっと上に突き抜けましたというところですね。ただ、まだ効いてる恐れがあるので一旦騙しの可能性もありますから、そんなにね素早く、上やっていう目線にはならないかなと。なので次ぐらいかな、今の目、ロソク足、今ちょうど切り替わったんですけどロソク足がここで、グッと陽線出してくると抜けたと言っていいのかなと思いますので、4時間足の、今のロウソク足ですね、9時のロウソク足をしっかり見ておいてもらって、陽線が出てくるのかどうかっていうのをしっかりと確認しておきましょうというところでございますよ。はいね、というわけでね次はビットコインいきますよ。もうさらっといきますからね今日はね。もうこの前も歌ったけどさらりとした梅酒ですね、うん、そんな感じでいきます。ではね次がビットコインね、これがね今が、1時間足ですね。ビットコインに関してはもう完全にこれね下落トレンドのトレンドラインががっつり引けますと、できっちり効いてるのでこの下落トレンドのトレンドラインはしっかりと、引いておかないといけないラインかなと思います。でまあ下落トレンドのトレンドラインが引けるっていうプラスね、まあ移動平均線の75日線が効いてるっていう部分でもあります。うん、2つのポイントで効いてるのでこのあたりはちょっと、要注目かなと。ここをブレイクアップしてくるとまたちょっと変わってくるんじゃないかなと思うんですけど、ただねこれもねビットコインじゃないリップルと一緒、ここからね出来高もうめっちゃ低いですよね。今出来高超しょぼですよ、超しょぼのこの出来高でですよ、もう言うたらもうドラゴンボールでいう栽培マンね、栽培マンもしくはナッパ、うん、そのあたりで言うともうここはもう完全にこう横横して抜ける可能性はあるんですよね。これはね僕はね抜けたと思ったらダメな気はします、最近の傾向を見るとね。横横で抜けても何も反応しないんですよね。しっかりこうグッと上に抜けてこそブレイクアップと言えますというところなので、この土日に関しては多分ね横横しながら抜けてくるとは思います。もしくはもうこのトレンドラインに沿ってじわ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 下がってくるっていう可能性も全然あるので、そこに関してはこの3パターンで思っといていいのかなと。ブレイクアップして、90万円付近まで上がってくる、もしくはもうそのまま土日の出来高の低さで横横してしまってなんかズルズル抜けるみたいな、それ抜けたみたいな、大丈夫それみたいな、うん、感じ、もしくはこうじわ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 これと一緒ね、じわじわ下がって、8000ドルのラインを抜けてしまう。これ8000ドルのライン抜けてくるともうまさにやばいね。なのでここの8000ドルのライン抜けられるともう正直80万まで落ちてくる可能性は全然出てきてしまうので、ここに関してはかなり厳しくなってくるポイントかなというところですね。なのでビットコインに関して言うと、まあ出来高の観点からいくとここは横横しそうだなっていうところなんですけれども、ただね今の現状でいくと完全に下落トレンドのトレンドラインが引けますと。でこのまま下がるのであればこういう感じでいく可能性の方が高いんですよね。こういう感じで、ね、下落トレンドに沿って作っていくというところですね。ただ、土日の、出来高の低さを考えるとこのまま横横横横して、なんか抜けたの抜けてないのみたいな感じで動いていく可能性もあると。もしくは、しっかりとブレイクアップして、90万に再度チャレンジするみたいな、この3つのパターンかなと思ってます。こっからの急落は多分そこまでないのかなと。出来高が低いので、ね、やっぱり出来高が低いと急落もなかなかしづらいです。やっぱ売り圧もないのでね、はい。なのでこのあたりはそういう形になりやすいのじゃないかなとは思っておりますという感じですね、はい。なので、1時間してみたらそこをしっかりねチェックしておかないといけないというところですね。では次4時間足見ていきましょうかね。4時間足がねよいしょ、
まあこんな感じ、同じく1000引いちゃった。4時間足がね、同じくまあ下落トレンドのトレンドラインが引けますよと。まあしっかり効いてるので、ここに関してはまあ常にあの意識はしておかないといけないラインじゃないかなと思いますので、皆さんもね、チャート見てる方は線引いてみてください。はい。で、8000ドルのラインがあって、その下に、82万、ちょっとね、長期的に見て効いてたラインとかがあるんですけども、まあその下に80万のラインがあるよという感じですね。で、今がね、ジャスト107円ぐらいなんですね、ドルが、1ドルがね。なので、8000ドルのラインが86万ぐらいのラインになりますので、うん、ここだけね、しっかり押さえておいてください。はい。なので、まあ、まあ、4時間足に関しても一緒かな。まあ、ただ、上抜けたとしても、すぐ上にね、移動平均線があるので、そこで押し下げられる可能性は全然あります。なので、現状は、あの、下目線で間違いないかなと思うんですけども、うん、まあそこはちょっと、僕のね意見も頭に入れておきながらのトレードにしていただければいいかなという感じですね。で、日足ですね。日足もよいしょ。まあなんかちょっと難しい日足ですよね。まあダブルボトム組んでくれたらね素直でよかったんですけど、まあそこはできなかったと。で、ここで下落トレンドが発生してるので、このまま日足もね効いてる状況に見えるので、今日の日足でも、下がってくる可能性は全然あるかなという感じですね。うん。なのでまあここに関しては、今に関しては下落トレンドの、下目線になってくるのかなという感じでございます。はい。うん、そうですね。はい。というわけでございます。まあ、なのでちょっとねビットコインまとめますと、今一番確認しておかないといけないのは1時間足かなと思います。1時間足を見てもらって、よいしょ、まずは皆さんで、下落トレンドのトレンドラインを引くと。で、このトレンドラインをブレイクした時に、まあ、上に抜けてる場合、ブレイクアップした場合は、上昇してくる可能性はありますよという感じなんですけれども、出来高不足ということで、このままレンジで横抜けた場合はそこまで上目線というわけではないので気をつけてください。うん、横に抜けたっていうのは結局そのズルズルしただけなので、あのブレイクしたわけではないと考えた方がいいかなと、今までの傾向で言うとね。うん。なので、3パターン目としてはこのまま下落トレンドのトレンドラインに沿って、グッグッグッと下落していくと。うん。で、8000ドルのラインが、抜けてしまった時点で、暴落警報が出るということですね。はい。なのでこの3点押さえてもらって、皆さんのトレードに役立ててもらえればなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい。ではね、最後に、さらっとニュース。さらっとニュースって何？ね。さらっとニュースがね、バックとの BTC 先物、まあ、気にされてるでって、ね、大きく値上がりするでって言われてて、何も起こらんかったやつですね。はい。が、一応ね、大手仮想通貨ファンド側、間で、大きい取引があったよというのがニュースで入ってきてます。で、ブロック取引っていうのがね、大口取引のことを言うみたいですね。で、このバクトの TBC やって、それ S ってな。それ S って。うん。BTC ね。ビットコインの先物で、初のブロック取引を行われましたよと。で、米仮想通貨ファンド、ギャラクシーデジタルと XBTO の相対売買で成立した初の大口、日韓契約になるということですね。で、大口、この、ブロック取引っていうのが、このバックとの、ビットコイン先物では 10BTC と設定されてますよと。なので今の価格で言うと、1BTC が、85万ぐらいなんで、850万ぐらいかな。そこまで大口じゃねえんじゃねえのって思いますけど、まあけど大口と、ブロック取引が行われましたよと。こういうのを皮切りにね、皆さんが、使ってくると、このようやくねバックとの、先物も、稼働しだすのかなというところにも入ってきますので、まあ、若干ね注目してもいいのかなと。若干注目って難しいね。若干注目、なんか日本おかしいな。まあいいや。うん。まあ軽く、頭の隅っこの方に置いといてもいいのかなという感じですね。うん。なので、まあこういうね、せっかくね、バクトがね、大きく先物って言ってやってくれてるので、まあこういうのもね、しっかり頭の中には入れておいて、うん、もし動いた時にね、あ、なるほど、バクトの先物が稼働してきたんかなとかっていう考え方もできますのでね、ぜひ、覚えておいてもらえてもいいかなと思います。はい。まあ今日は以上にしておきましょうか。さあ、今日はいかがだったでしょうか。視聴者さんのリクエストでね、サザエさんのじゃんけんみたいに最後にビットコインの、今日の行く方向を結城さん的に、最後に言ってほしいという
まあ、リクエストいただきまして、まあ、金森勇気、勇気のビットコイン予報ということでね、今日の、ビットコイン予報は、レンジ、時々下落というような感じがございますね。はい。なので、まあ、少しこうレンジ横横するのか下目線がまあ強めなのかなと、上に上がるのはなかなか難しいのかなというのが、今日の私勇気予報でございます。はい。まあ、曇りのち晴れみたいな感じですよね、うん、曇りのち雨かな今日で言うと。今日のビットコイン予報、曇りのち雨でございます。はい。では皆さんのね、取引に参考にしてもらえればなと思いますので、よろしくお願いします。はい。ではね、今日は以上で終わっておきたいと思います。今日の動画が良かったよという方はね、ぜひね、グッドボタンと忘れずにチャンネル登録ボタンを気合い入れて押してくださいね。うん、チャンネル登録ボタンもね、ここ気持ちを込めて押すと押さへんのでね、僕に届くはハッピー感が変わってきますよ、うん、1ハッピーなのか 0.9 ハッピーなのかね、皆さんがしっかり1ハッピーを届けてもらえるようにね、よろしくお願いします。ただね、今月でね、もう1200ハッピーということでね、もう本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。これからもぜひ応援していただきたいと思いますのでね、まだ 50% の未登録者の方は、せっかくですので押してくださいね。そしたらもう僕の登録が2000人超えますよ。やったぜ。ということでね、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。グッバイ。本日も動画を最後までご覧いただき本当にありがとうございます。これからも皆さんにお得な情報をどんどん動画でアップしていきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。僕の LINE アットではバイナリーオプションや仮想通貨、セドリのことなど、ネットビジネスの有料級情報を無料で配信しておりますので、上の QR コードか下の概要欄 URL からぜひそちらの友達追加もよろしくお願いします。最後になりましたが、これからもぜひ応援よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。